ほら、早く来いよ。何もじもじしてんだよ。今更だろ？早く。寒いじゃん。ありがとう。はいはい。どういたしまして。なんでこっち見ながら言わねえんだよ。ちゃんと私の顔見て言えよ。かわいいの？かわいくないの？かわいい？そうか。そりゃよかった。つうか、距離が近くなったら、まじまじと見るのはずいとか。元だと言えばお前が言い出したんじゃん。今年は虎年だから、虎のコスプレして、添い寝してって。そうだったっけって、覚えてねえの？あんなに私にしがみついて言ってきたくせに。なんなら、私の方が恥ずいんだけど。こんな格好して、添い寝だなんて。今回は仕方なく、マジで仕方なくしてやったけどさ、次はないからな。ったく。抱きしめていいですか？いいに決まってんじゃん。そのための彼氏だろ。さっさと黙って抱きしめろよ。こういうことするために添い寝してんだろうが。そうか？耳はなんか、ピンで留めるやつ。はいはい。それ何回目？かわいいは聞いたよ。わかってっからかわいいのは。
こんなことして添い寝すんの初めてだよ。でもお前からお願いされるとなんか断れねえんだよな。何でも叶えてあげたくなるっつうか。これが惚れた弱みってやつだろうな。何なんだよその顔。そんな顔してると悪い猛獣に食われても知らねえぞ。わかったからもう寝よう。私も眠い。ということで、おやすみ。